また終電間に合わなかった。どうしよう。ネットカフェにでもまた泊まり行くか。俺の名前はクリー・カイス。高校を適当に卒業してから適当に会社を選んでは会わずに辞めてを繰り返した結果、がっつりブラック企業ループにハマってしまった男だ。ブラック企業ループとは、一度ブラック企業にハマってしまった人間が陥りがちな展開の一つである。なぜブラック企業で地獄を見た人間がまたブラック企業に入ってしまうのか、その実態を見ていこうと思う。ああ、今日も仕事全然終わらないね。なんとか今日の24時までには終わらせて終電で帰らないと。ああ、せめて日曜日ぐらいは朝家にいたいな。あ、で、ですね。ああ、やばい。本当に終わらないよ。もう疲れすぎて死んでしまう。ああ、もう転職したい。けど、とても転職できるような時間が全然ないかといって、やめてから探すのもな。貯金もなしに辞めるのは本当にやばいよ。私も前職が辛すぎて辞めちゃったんだけど、辞めた後速攻で貯金がなくなっちゃってさ。それで唯一内定もらったうちに転がり込んできたわけだけど、結局誰でも採用されるようなブラック企業に行くしかなくなっちゃうわけだ。ああ、言えてますよね。日々の業務が忙しすぎて、転職サイトをゆっくり見たり選んだりする時間がなく、在職中に転職活動ができない。また思い切って辞めたとしても経済的に逼迫してしまい、結果簡単に内定が出るブラック企業に再就職してしまう、そういう展開になってしまう。やっと今日早く上がれたよって22時だけど、しかし最近さ、気づいたんだけど、俺毎日同じ作業ばかりでさ、目立った実績とかスキル身についてないんだよね。ブラック企業あるあるだよな。ルーティン的な作業、仕事を永遠に繰り返すから。彼は同じ高校を卒業して似たような道を歩んでる唯一の友達、抜けた闇を。だよな。てか俺たち一生続くんかな、この生活。あ、いや俺は多分大丈夫な気がする。あの、言うの忘れてたんだけど、俺3ヶ月前に転職してさ、だいぶ条件がいいところで働いているんだよね。嘘だろ。いやいやいや、聞いてないんですけど。てかこんなクソ忙しい中よく転職できたな。ありえねえな。いいなあ、もう、泣いちゃう。あー、ごめんごめん。いやでもな、俺も信じられねえんだよ。ただ俺らみたいなさ、大学も出ていない、キャリアも積んでいない、そして実績もないみたいな人間、人生終わりって思うじゃない。実際俺終わってるよ。改めて言うなよ、心が折れちゃうよ。だよな。だけど世の中探してみると、いろんなビジネスがあってさ、こんな人間をターゲットに就職支援するようなサービスもあるのよ。俺はたまたまそのサービスにヒットして、運よく転職できたんだ。なんか情弱をターゲットにした詐欺とか結構あるじゃんよ。よくそんなサービスの手出したな。ちなみになんてサービスなのよ。ゼロタレントっていうサービスなんだ。これは俺らみたいな非大卒、もしくはちゃんとしたキャリアを歩めていない若者を支援する就職支援サービスなんだ。世の中にはたくさんのエージェント系の転職サービスってあるじゃない。ああ、あるね。大手のところとか、まあ逆に IT に特化したやつとかね。そう、ハイクラス転職みたいなキャリア転職サービスはあってもさ、その逆ってあまりないよね。これはね、まさにその逆で、非大卒や実績がない俺たちみたいな人間にサービスを全振りしためちゃくちゃ尖ったサービスなのよ。すごいな。なんか激しいというか尖りまくってるね。よく俺たちみたいなのをさ、支援しようと思えるよね。ぶっちゃけ成約率っていうか、内定もらえる率が高そうな求職者をターゲットにした方が儲かりそうなのにね。だな。いやマジで思うよ。けどね、ビジネスである以上ボランティアっちゅうわけにもいかないから、この思想でもしっかり求職者にも企業にも、そして運営する会社にも利益が出るように、サービス内容はかなり徹底してる。
るんだわ。例えば就活サポートも未経験に特化した集中した内容になってるの。まあ俺らみたいなほら基本どこにエントリーするにもさ結局未経験しかエントリーできなかったりするでしょ。うん、そうよ。だからうちみたいに年齢不問経験不問何でも不問みたいな会社にしかエントリーできねえ。あ、つうことはうわうわうわブラック企業だけを集めた求人媒体かよそれ。いやいやいや無理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 。アホ、それで俺が今ホワイト企業にいる理由説明つかないでしょ。そこは未経験であってもポテンシャルで採用してくれる企業とか研修などが充実した企業を探す努力を日々行っていたり求職者に対しても未経験であっても採用されるように面接の対応履歴書の見直し徹底した求職者へのヒアリングや本人も気づかない武器となり得るスキルなどの掘り起こしを徹底的にやっているんだ。けどよ、こんなサービスちゃんとやってくれる代わりに金取るんだろ。なあバカ、俺らみたいなのをターゲットしてるんだぜ。金払えなんて言ったら速攻で無理ってなるだろ。なので俺たち求職者は1円も払わなくていい。採用が決定した際に採用した企業側からゼロタレント側にコミッションが入るっていう仕組みだ。なるほどな。とりあえずダメ元でやってみるか。どうしたらいいんだよ。それは概要欄のリンクからゼロタレントの LINE アカウントを登録するだけだ。そんでキャリアアドバイザーから連絡来るから連絡が来たら実際に面談などで相談をする。へえ、 LINE だけか。ウェブで登録するやつとか結構ね入力項目多くて嫌になっちゃうもんな。これだったら楽だね。そう、クソほど忙しい俺らにはありがたいよね。で、あとは自己分析とか履歴書や経歴書面接のサポートを手厚くやってもらうのと同時に俺たちに合った会社を探して紹介してくれる。いやそれはありがてえ。なんせ求人見てる時間もないしさ。そうね、俺もそれは助かった。あとは面接の日を迎えてうまくいけば内定っていう感じね。へへん、こりゃ楽して転職ができそうだ。楽？何を言ってんの。え、俺たちはそうやって何事も全て適当にやってきたからこうなったんだろ。20代だってあと数年もしたら30を過ぎてすぐに取り返しがつかなくなる。ならこれからは全て何か目的を持って実行するときは真剣にやるべきだ。おただでさえ俺たちは出遅れている。こうしている時間にも真剣な奴らはどんどん先に進む。なら俺たちも一日も早く真剣にやるべきなんだ。確かに俺たちみたいな人間を支援してくれる素晴らしいサービスはある。だがそのサービスを使えば誰でも全員幸せになれるのか。いや、そうだな。結局そのサービスに対してもそうだし、全て俺が本気にならなければ結局何も変わらない。そうだ、大事なことはサービス選びじゃなくサービスを利用する人間がどこまで本気になれるかだ。俺はこのサービスをきっかけにブラック企業絶対絶対に抜け出すという強い気持ちを持った。なのでブラック企業では使いにくい有給もしっかり使って面接に挑んだ。ループから抜け出すにはやはり強い気持ちが必要なんだ。ありがとう、俺マジで頑張るわ。今回はゼロタレントとのタイアップ動画になります。日々様々な企業案件を受けますが基本的には断るケースがほとんどです。今回受けた理由としては私がブラック企業から抜け出すのに10年以上の時間を要してしまったこと、10年前にこのようなサービスがあればもっと最短で抜け出せたのではないかと強く思ったこともあり、一つのきっかけとして皆様にご紹介したいと思ったため案件を受けました。このサービスが絶対に良いということはありません。人によって良いも悪いもあると思います。ただ何もせずやる前からやらない理由を作らず何事もトライすることは大切だと考えます。